lets my body motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up?こんにちは、東京ベジライフです。今日は長野県の畑の方に戻ってきました。少し苗を買い足してきたので、その植え付けの様子をお伝えするのと、まあ、今の状況をお見せしながら、まあ、雑草を取ったりとか、そういうことを今日はしていきたいと思います。こちらはコモンタイムですね。お花がいっぱい咲いてすごく綺麗ですね。こちらももう収穫してちょっとスープとかに入れてもいいかなと思います。こちらはグロッソ系のラベンダーもすごい伸びてますね。いい感じです。こちらはイングリッシュ系のラベンダー、最初植えた時はこういうちょっと枯れたような感じで、先生これ大丈夫ですかとか言ってたんですけど、しっかりと根を張って伸びてくれてます。こちらのライムバームはすっごい大きくなってますね。ぐんぐん伸びてます。こちらのレモンバームもしっかりと育ってくれてます。すごい伸びてる。特徴的ないい香りがします。こちらはフェンネルです。だいぶ育ってきましたね。これフェンネルってでも葉っぱもまあ刻んでサラダとかにしてもいいかもしれないですね。すごいいい香りです。こちらはフレンチタラゴンです。元気に育ってくれてます。こちらはジャーマンカモミールなんですけど、すごい広がって元気に育ってます。花がもう少し咲き始めていて、つぼみもたくさんついているんですけど、お花をハーブティーにして飲むので結構収穫も近いかもしれないですね。こちらはサラダ菜のルッコラ、もう花が咲いてしまっているので、こちらは今日もこれから収穫をして、明日の夜のサラダにしていきたいと思います。こちらは葉唐辛子ですね。ちょっと植え付けた後にまだ寒い日があって霜が張ったりして、ちょっとやられ気味だったらしいんですけど、なんとか持ちこたえてくれてます。この黒マルチのフェンネルの隣にこちらのスティックブロッコリーとシシトウの苗を植えていきたいと思うんですけど、植え方はまあ前回の動画と同じく、これでマルチに穴を開けて
で、まあ、土を掘ってで苗を植えてきます。すごい土がポッカポカにあったかくなってます。シシト、ギュッと固めるそうです。あとこれから先生の講習会があるのでそっちの方に向かいたいと思います。今回が苗の植え付けの最後のタイミングになるため、野菜やハーブなどたくさんの種類の苗を植えました。1年目の畑なので、何がうまく育つかいろいろ試してみたいと思います。ここにお鍋置くの？そう。え、こっちの穴は？こっちも両方置ける。両方置けるんだ。うん。肉ちコンロ。今日の晩ご飯は以前の動画でもご紹介したインドの炊き込みご飯ビリヤニ。両親にとっては初めて食べるお料理です。ニンニク、生姜、玉ねぎ、人参を油で塩と炒めたら、調合して持ってきたビリヤニマサラを加え、一旦火から外して他の材料を入れていきます。東京のベランダで収穫して持ってきたパクチーとミントも入れます。味付けの塩麹はこの日のために仕込んで持ってきました。炊いていきます。煮込み料理やスープと違って途中で開けることができないのでうまくできるかドキドキです。ルッコラは硬そうな部分は油でソテーに。母が常備していた人参の葉をニンニクとオリーブオイルで炒めたものも入れます。柔らかい葉の部分はアボカドとラディッシュなどと一緒にサラダに。ドレッシングは母が常備食材としていつも作っている玉ねぎのスライスを粒マスタード、お酢、オリーブオイルで漬けたものをベースにバルサミコ酢を足しました。ビリヤニも無事美味しく炊き上がりました。